島県チャンネル。おはようございます、マシマです。で今日は、ここでお世話になります ZOZO パークさん、今日も一日お世話になります、よろしくお願いします。前回、スパイクの検証をいたしましたが、その続き、今日はそのスパイクを実際履いて、検証してみたいと思います。最後には、スパイクをプレゼントしたいと思うので、最後まで見て、応募してくれたら嬉しいと思うので、まず俺のキックを見てください、よろしくお願いします。レッツゴー。はい、まずは前回と同じ、最初はこのナイキのファントム GT 履いた感じね、ちょっとやっぱ狭めなんだよね。だからフィット感あるね。早速蹴ってみたいと思います。あーなるほどね、こんな感じ。あー反発力あるね、スパイクの革が厚いから。あーいいね、いいね、いいいいよ。どうリフティング、うまいっす。うまい。あーなるほどね、蹴りやすい。なんかやっぱ革がねしっかりしてるから、跳ね返し、蹴った後の跳ね返しがしっかり伝わる。だからこれ強いシュート打てるかもしれない。じゃあ打ってみていい？外すけど、これ、ね、俺の技術の問題だからあんま気にしないでほしいけど、あでもやっぱねストライカーになった気になるナイキって。俺の世代はやっぱりナイキといったらロナウドとかクリスチャン・ロナウドとか昔のロナウドとか。ロナウドのおお、ナイス。いい、蹴りやすい。久々にボール蹴ったからちょっと足が痛い。足が久々にボール蹴ったら痛い。あでもこれいいかも。ちょこれやっぱさストライカー向けかも、フォワードの人がいいかもしれない。これアディオスね、履くのね苦労するかと思ったけど意外とすんなり履けたわ。グラウンドだから、おお地面のもん、ね、あのカンカンってこうカンカンってさ、お店だとさやると怒られるからさ、ほんとカンカンってやりたかったんだけどグランドならカンカンってできるからこれいいかもしれない。あとサイズね、前回履いたやつよりちょっと下げたの、ちっちゃくしたの。履けるかなと思ったらめっちゃいい。うん、今のスパイクフィットゴムとかフィットするから、自分が思ってたよりワンサイズ下げた方がしっくりくるかも。で中で指ギューってやればなんとかなるわ。ギューって大丈夫です。ギューって解決しました。解決する。蹴ってみます。めちゃめちゃ開けやすい。蹴ってみよう。軽い、めちゃ軽い、飛んでいきそう。軽い、ナイキより全然軽いアディダス。あーなるほどね、はい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 。あやっぱさ、どのスパイクもなんだこれって思ったけど、生地っていうかその素材、こうちゃんとボールが跳ね返ってくる。だからその変、いや軽いからっていいもんじゃないわこれ、うん、ちゃんと反発でボールが返ってくるから蹴ってる感がすごいある。このゴムシリコン素材、これもまたねこう攻撃的な選手向けのスパイクかもしれない。軽くてこうインパクトがすごい伝わるね。あと履いた感じがやっぱね、もう足速い人よみたいな感じ。ディフェンス向けじゃないね。うん、今見た、ちゃんと片っぽに入ってるんだよ。久保君にはなれます。久保君にはなれる、これみんなみんななれます。うん、久保君左利きでしょ。はい、久保君こうやってやるほら見た今。あごめんなさい、撮ってなかった。ゴール今めちゃめちゃいい。久保くん、じゃあもう一回久保くんお願いします。中に入ってからのっていうミスも久保くんやるから。あとさっき履いた瞬間より履けば履くだけフィットする。全然変わります。全然違う、さっきと1分前と全然違う。今見てもこう足の形がちょっと出てくるんだよね。わかる、いやわかるかな。あ、外出てますね。そう、ちょっとポコってなったりするじゃん、こういうところとか。足の形にすぐなる、このアディダスは、ナイキより。で、ナイキはインパクトが強い、伝わるのが。アディダスは足にフィットする感が強い。来ましたよ、次、プーマ。
これだよ、俺が一番好きなカラー。不安要素はここのさ、こっからここまでがめちゃ広いんだよ。ここどうすんだよ、ここにあと一個紐を通すところ欲しい。でもこれバンドがあれなんですもんね。あ、そうそう、これね、これでカバーしてくれるから。ちょっと、いや、履いてみなきゃ分かんねえから。あんな、みんなこのギュッてしてんの。やりたいだけになってきた。うわー、でもさ、俺さ、やっぱフィットか、俺はギュッて、もう素足に近い状態で履きたかったの、現役の時は。だからいつもワンサイズ、ツーサイズ下げて履いてたの、スパイクを。だから、俺はこのさ、ここに紐がなくて、ここがふわふわってしてんの、ちょっとまだ慣れないかも。最初慣れないかも、初めて履く人は。けど、ここは締め付けられてるから、ここがこう必要ないんだろうね。検証結果、あのプーマの人からしたら。なるほど。ここは締め付けなくていいから、こことここが締め付ければいいっていう見解なのかもしれない。なるほど。だからここにあの布素材して履きやすく、ここはでもここは締め付ける。ちょっとね、今までのナイキアディダスに比べて横幅が広い。だからちょっとこう、さっきの感覚でいたら、あれちょっと大きいかもって。だからアディダスナイキよりワンサイズ下げた方がいいかも、前も横も。メーカーによってね、サイズの大きさ違うからね、みんな注意して。はい、ちょ、 俺の顔撮ってよ。あ、すいません。そう。あ、この当たった感じいいね。ちょっと分厚い分厚い分厚い。ネイマールもミスするから。ちょっとね、あのアディダスナイキに比べたらちょっと皮が厚いから、素足に近いっていうよりかは頑丈、頑丈です、うん、どう、うん、アディダスナイキは素足に近い素材でフィット感あるし、蹴ってる感あるけど、プーマの方がブヤーンっていく。あのブヤーンってこう伝わるっていうか、まあ全部伝わるけど、プーマは強いボールがいくかもしれない、他のスパイクより。痛くない、蹴って。でも俺ここ気になるの、ここ通し一本穴開けてほしいな、プーマ。マラドーナ結びできない、これは。大好きな。ああ、大好きな。マラドーナ結びできないから。俺やっぱここ気になるね。慣れてない。ここに紐を通すとこないのと、あとここに、この素材を使ってんのが。うわ、すごいんだけど。やっぱこう通さなきゃいけないんだろうね。ここ。だけど、いっか。知ってる？こうやって結んでたの知ってる？昔。あー、やってましたね。こうやって足首に、絶対足首に良くないのにこうやって。ごめんね、黒い靴下履いてきちゃって。こうやってさ、これ誰がやってたんだっけな、外人選手がやってて、昔こうやって後ろ通して前で結ぶ、何の意味もないけどやってた。絶対みんな昔の人やってたからね、いや意味もなく後ろ通してたから、こうアキレスが痛くなるだけだから。ジェフの選手だった気がするな、昔俺やっぱ見に行ってたから。お、誰かな、オッツェかな、知ってる？オッツェ知んないの？マスロバルとか知ってる？知らないの？調べてから来てくれよ。知らない？確かに、はい、マシマ知ってる？知らないって言われたらショックだな。ちょっと長い、やっぱここ通さなきゃいけないけど、俺通さないで行くわ。あ、でも、あ、感じるわやっぱね、この蹴り慣れてるこのカンガルー素材、蹴った感じがこうやっぱ一番こう親しみがある。うわ、うわ、はい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 、で、ピタッと止めちゃうから。見た？どう？等間隔でこのフィット感、乱収に近いけど、蹴った感触は一番慣れてる感覚だね、皮がすごいいいね。
ど、まっすぐ飛んだ。めちゃいい球でしょ、うん、全然ビビんないんだよ。ついてきた。わざとさ、上通してちょっとやってみるわ。あ、お願いします。いかなかった。使い方間違ってる。これやっぱいいな。 X フライ、 X ボタンみたいなもん。ちなみにその X ボタンって何世代ですか、ゲームで言うと。ファミコン。よく飛んでたよ、ヨッシーが。ほら、俺はヨッシーに乗せてマリオを飛ばしてたよ。あー、いいね、安心する。うん、なんかスパイク履くとさ、テンション上がるんだけど、やっぱサッカー好きなんかな俺、やっぱり。引退して1ヶ月だけどスパイク履くことなかったからさ、スパイク履いて、まあサッカーショップで履いたけど、やっぱこういうさ、人工芝でもさ、緑があるところでさ、ボール触るとテンション上がるかも。これやっぱすごいわ、足こうやって俺もう12時間ぐらいこうやって履いてられるかも。さっきの乱収感覚というのとはまた違うね。まあ違うね。あれは、まあ、変な話、こう締まりはそこまでないんだよね。アシックスは締まりがある上でのフィット感。いやいやいや。でこれ、このポーズ見てさ、なんか分かることある？言ってみて。これ？サッカーやってた人なら分かるんだよな。今の子分かんないな。これサッカーですか？うん、サッカー。全然ピンとこないです。もうな、話にならない2人。首。これ、このポーズ、うん、プラティニだよ、プラティニ。プラティニって知ってる？プラティニってトヨタカップで試合中にこういうポーズしたの。点決めてとかですか？違う、なんかね、レフリーのね、ジャッジに不満があって、もうやってらんないみたいな感じでこうなった。へー、プラティニ。え、退場とかなんないですか？なんない。もうだって別にこれ寝ちゃいけないルールないから。試合中。確かに。プラティニ寝ちゃったから。それは真似しなかったんですか？さすがにね、まだサッカーしたかったから。クビになりたくなかったから。アシックスといったらさ、前回の動画そっちのせいでさ入れてなかったけどさ、俺2002っていうスパイク大好きだったの。こうペローンってペロペローンってこう、こう、これがめくったらここまで来るぐらい、もう何、ちっちゃいパン、ちっちゃいパンみたいな、ちっちゃいトーストみたいのがこうやってペロッとなってたの。それを綺麗にこうやって折れてるやつは、あ、スパイクちゃんと管理してんだ、かっこいいねみたいななってたから、俺はもう新品のスパイクを買った瞬間に洗濯バサミでこう挟んで、こうトースト、ちっちゃいパンをこうやって綺麗に折ることを夜な夜なやってた。マジで2002流行ってたからね。うまいやつはなんか2002に履くみたいな。アシックスは本当に俺お世話になったからさ、みんな通るんだよ。でも高いの、2万2000円するの。当時のスパイクで2万2000円って結構高いの。2002だから2万2000円ってよくわからないその感じだったけど、2万2000円はさ、子供がさ履くっていうのはさ、めちゃめちゃ親にさ、2002履きたいんだけどパパって言ってもさ、怒られるだけだからさ、言えなかったの。ちなみに流星君にそれ言われたら買う。誰もが履けるスパイクじゃなかったんだよね。それこそあの水野みたいな、ビトンみたいな感覚。ちょっとリフティングさ、今練習してるリフティング見て。この鈴木さん、これマルセロっていう選手がやってた技、 YouTube で見たんだけど、いや落とすよ。できた、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 できた。これやりたかったらちょっとハンドっぽかったけど、一回でできましたね。一回でできた。息上がってますね。簡単。一回だよ、プロだもん、元。あ、惜しい。稼いボール。絶対これ綺麗よ。できねえ。
リフティングができない。小野伸二、小野伸二、小野伸二。ああ、いいね、いい。やっぱね、総合的に安定してる、皮、フィット感、蹴った瞬間、こうドリブルした感じもね、すごい。なんか一やっぱ慣れてるからかもしれない。これは俺がアディダスとかナイキとか他のミズノとか履いたら、それはそれでもっと慣れてきていいかもしれないけど、まあでも素人の人はまずここから入った方がいいと思う、アシックス。まあでもやっぱスパイクそれぞれさ特徴あるから面白いかも。変な話、ナイキとかさアディダス履いてディフェンスできるってやつもいるかもしれないけど、まあでもやっぱね、このフィット感は走り屋さんとか考えたらアディダス、ナイキは前目の選手とかいいかもね。まあ種類によるけどね。アシックスはやっぱ総合的にどこでもいいや。このどこでも使えるポジションいいわ。これポスト当てるから最後。電柱に当てたよ。はい、お疲れ様でした。5足、前回検証したスパイクを実際に履いて蹴って触って、チャレンジしました。まあ、すごいみんな、ね、それぞれ良さがあって、やっぱ蹴ってみても違う感触があったので、このスパイクを皆さんに、プレゼントしたいので、応募してください。あの概要欄に応募方法を貼ってるんで、あのそこを見て皆さんにそのスパイク履いてもらいたいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。あー疲れた、帰ろう